さあ、始まりました。こいちゃんパラダイスでございます。まあ今日は何の配信やねんというところもあるんですけれども、まあちょっと先日にですね、一般の方とのやりとりを載せたんですけどね、ちょっとそれがね、あの、刺激的というか、ちょっとね、強めの内容だったので、ちょっとね、見られた方が、 嫌な思いをされたり、ね、ちょっともう見た瞬間に心臓がドキッとしましたっていうようなね、コメントもありましたので、えー、その辺に関するお詫びと、えー、ご説明をちょっとね、させていただこうかなと思っております、えー。非常にね、見て嫌な思いをされた方には、申し訳ない投稿ね、したと、 思っております。ただ、やっぱりね、同じように被害を受けてる方もいたり、同じ人にされてる人ももしかしているんじゃないかなと思ってね、ちょっと載せておいたんですけれども、こういう人もいるよというところ。まあ、内容的にはですね、まあ、インスタグラムを、ね、後で見てもらったらわかるんですけども、まあ、ちょっと刺激的な内容の、えー、通知をされたという、まあ、外国の方です、相手は。はい。 えー、これね皆さんの中でも相手をね公開してブロックした方がいいんじゃないかというね声もあったんですけれども、えー、ちょっとねそ,れそこまではやめておこうと思っておりますなぜなら、えー、そこに載っている写真が本人のものじゃない可能性があるんでね これよく来るんですよ、外国の方からも。あの、多いのは美女が多いです。まあ男の方もい,いらっしゃいますけど、これ、ほんまに本人かなっていうね、ロマンス詐欺みたいなこともありますから、女性じゃない可能性もありますしね、写真が美女であっても。そういう意味では、もしかしたら、ね、美女が写真だけ使われている可能性もあるので、 ちょっと載せるのはね、やめておこうというところで。まあ内容がね、内容が刺激的すぎてあんま言葉で出しにくいんですけど、まあ最後は、今は、えー、向こうの言葉通りに、あの、こっちは骸骨の絵文字を送って既読がついたまま向こうからの返信は途絶えております。ね。 まあ向こうからまた何か返信があれば、ね、またそれはそれで、どこかで内容によってはね、出そうかなとも思っているんですけれども、ね、結構すごい皆さんからね、DM などいろいろね、連絡をいただいて、基本的にはね、相手がわからないんで、あんまり返信はせずにね、いいねを押すように、まあ、あの、最初から変な感じの人にはいいねも押さない。 し、あのね、削除をしているんですけれども、最初がそんなに変な入りじゃなかったんでね、いいねだけ押してたら、まあこんなことになったということなんですけれども、皆さんからのね、えー、非常に心配してくださって大丈夫ですかとかね、言われるんですけど、えー、全然大丈夫です。あのー、前にもね、この、 youtube で言いましたけど、私、実は、あの、揉め事、嫌いじゃないんでね、はい。えー、こっちから仕掛けることはできないんでね、あの、向こうから揉めてくる人のことが別に、そんなに憎いとも思わないんで、うん、なんでしょう、これもうギャンブラーみたいな、ギャンブルの地位なんでしょうかね。 ちょっと仕掛けられた時のドキドキ感が、うん、ギャンブルをしてる時に似てるからなのでしょうか、うん、何かワクワクするところもねあるので、まあ、こっちからも何か仕掛けるってことはもちろんしません、はいえー、今後の動きとあとはアカウントを変えて何かをね、えー、してくる可能性があるのでその時はまたやんわりと発信していきたいと思います 思っておりますもうちょっと見てない方はもう何の話をしているのかわからないと思うんですけれどもあ,のあまりにも今までに来てないぐらい皆さんが DM などでねあのいろいろ意見だとか励ましの連絡をくれたのでちょっと無視できないなっていうところとあとはまたインスタでやるとね相手が見てる可能性もあるんであんまりねやり取りを載せすぎると。 コメントをくれた方にまで被害がいくと嫌だなというところでちょっとこの YouTube で、えー、説明だけさせていただきましたはい、えー、ではまたまあ何もないに越したことはないんですけど何かあればまたご報告させていただこうかなと思っておりますじゃあ皆さんも、えー、楽しく 健やかな1日になるといいですね、えー、いろいろねご心配してくださった皆様、えー、申し訳ございませんでしたそしてありがとうございましたてれちゃう <laughs> こうしてる間にもなんか来てるかもしれんな